岩石の巨兵。ボリューム3に収録された、イニシエのデュエリストに、おそらく最も壁にされた下級モンスター。下級モンスター最優、と評価されることもある岩石の巨兵は、第1期の下級モンスターが、ステータスの合計値2800以下の中で、ステータスの合計値3300と、圧倒的な優遇を受けていた。エンチェントエルフと合わせて、サンドイッチの融合素材となる。原作では、デュエリストキングダム編の、闇遊戯対カジキ戦で初登場。リヴァイアさんの効果で、フィールドの 95% が海に侵食され、1枚しかカードが置けない、という謎効果の中で、闇遊戯が勝負をかけて召喚した。結果、フィールドの侵食効果を助けていた自分の魔法カード、フルムーンを、直接月を破壊する、という力技で解決し、打ち上げられたモンスターを全滅させ、勝利した。ジャンプ漫画で月を破壊するのは、強者の証である。その後も登場はするが、攻撃はせず、戦闘破壊される。原作では王国編のみの登場だったが、アニメでは、それ以降も登場の機会に恵まれていた。リメイクカードに、さらに壁として尖った効果の、岩石のバンペイと、鋼鉄の巨兵がいる。